口の中や手足に発疹ができる手足口病の感染者が増加し、今年初めて県内に警報が出されました。手足口病は幼い子どもを中心に流行し、口の中や手足に発疹ができるウイルス性の感染症です。18日までの1週間の1医療期間あたりの感染者数が、大崎保健所管内で5.67人となり、 警報基準である5人を超えました。警報基準を超えるのは今年初めてで、県は県内全体に警報を出しました。県では十分な手洗いや手洗いタオルの協業を避けること、子どもが遊ぶおもちゃの消毒などを呼びかけています。また、1週間前に出た幼い子どもがかかりやすい夏風邪の一種、ヘルパンギーナの警報は継続されました。 県内の1医療機関あたりの感染者数は7.98人と、基準の6人を上回りました。